日の野口です。今日は僕がジョージアに来た当初に困ったこととその対策についてちょっとお話ししていこうと思います。まあ言語の話ですね。僕は英語とか海外の生活における必要最低限のスキルを全然持ってなかったんで、ジョージアに行こうって決めた時も勉強全然しませんでした。すいません。でもジョージア語の文字と数字だけちょっと勉強しましたよ。1から8までの数字がわからないと踊りのカウントがわかんないんで。で、僕幼少期にグアムに家族で旅行に行ったぐらいしか海外経験がなくて、まあ言ったら初海外がこのジョージアなわけで、最初に困ったのが言葉が喋れないってことですね。まあ当然ですよね。ジョージアにはね、ジョージア語っていう固有の言語があって、英語が通じる人も最近は増えてきたみたいなんですけど、まあ僕日本語しか喋れなかったんで全然関係ないですね。ジョージアに来て困ったことを何個か挙げてみると、まずスマホの SIM が一人で買えない、現金を退避させる銀行口座が作れない、行き先を伝えられないんでタクシーに乗れない、でスーパーの肉売り場がね量り売りなんで肉が買えない、注文できない、人に電話番号を聞かれても電話で話せない、住まいを探せない、もう思いつくだけでねこれだけあるんです。これって生きる上でものすごい不自由なんですよね。そのほとんどてかもうほぼ全部素晴らしいこっちで出会った友人たちに協力してもらってなんとかなったんですけど、本当にありがとうございました。人間ね、言葉が喋れないだけでこんなに不自由になるって僕思ってもみなかったです。日本にいたのにこんなことを気づこうとすらしなかった。でジョージアに来てからジョージア語を習い始めて、英語が通じる時はその英語でちょっとコミュニケーション取ったりして、まあなんとか生活に困らないところまでは言語能力がついてきたっていう状態です。なんでね、英語とジョージア語のレベルが僕全く一緒なんです。こんな人いるんですかね他に。ってことでね、ここからは覚えておくと便利なジョージア語7個紹介していきます。まずガーマルジョーバー、こんにちは、ウカツラはエクスキューズミーのすいません、ボディシーごめんなさい、マドロバーありがとう、ディアフイエスはい、アラノーエスディスですね、これっていう、これらを知ってるとね、なんとジョージア人に喜ばれます。個人的にね、一番使うのがこの S、 これって言えればお店とかで買い物するときに頼みやすいんで、これ一番使うかもしれないです。2文字だしね、これならすぐ使える。まあ、海外によく行く人からしたら当たり前としか思わないことだと思うんですけど、きっとね、僕がそうであったように日本から出たことがない日本人って結構多いと思うんですよ。なのでね、海外に出るときはしっかり言葉を勉強していった方がいいですって言われても、なかなかやる人も少ない気がするんで、僕はそうであったようにね、こういうことにしておきます。言語が分かると海外の生活における精神的負担が激減する。これも全然違いますよ。ジョージアに関わらず旅行でも移住でも言葉さえ分かればもうあらゆることがスムーズに運びますからね。英語がすごい便利です。一番おすすめです。おすすめって誰なんだお前は。でもね、ジョージア人はジョージア語を喋る外国人を見るとものすごい嬉しそうにコミュニケーションを取ってくれます。なんでジョージアに来る際はジョージア語の挨拶とかをちょっと覚えてくるとより楽しい旅になるかもしれませんね。まあせっかくなんで今後もジョージアでコミュニケーションに使える簡単な言葉とかもちょっと紹介していこうと思います。今回はめっちゃ簡単にこの辺で。それではまた次回。やべ、さよなら忘れた、ハチコだった。 Good Hope Gamo It's Root ある日、チャンネル登録お願いします。バイバイ。